皆さんこんにちは、シャリーチャンネルしほです。はい、というわけで今回ですね、ね、私あと3日で誕生日なんですけど、ね、私日曜日誕生日なんですけど、その土曜日にですね、私ディズニーシーに行くので、今回はディズニーシーに持っていくカバンの中身を紹介していきたいと思いまーす。はい、というわけで今ディズニーっぽいもの持ってるんですけど、もう楽しみすぎてディズニー気分を味わえるように1週間前ぐらいから用意してました。はい。はい。まあでもね、特にいつもと変わらずバッグもね、普通のやつなんだけどね。だって普通、だってカバン普通のやつ、普通みんな普通でしょ。で、一応携帯ケースはリサイクルショップで、本当はこれ別に買うつもりなかったんだけど、リサイクルショップで見つけてね、そう、かわいいって言ってね、ママも勧めて、じゃあディズニー行くからこれに持ってこうかってね、なりました。かわいいよね、めちゃくちゃかわいいね、ディズニー行くときはね、これ使えたらいいかなと思って。だでこれ持ち方がわかんない。いいんじゃない、かわいいね。はい、じゃあ、はい、それも中に入れていくのかな、これも中に入れて、もちろんこれも中に入れて、あ、それこの前原宿で買いましたね。これなんとスクイーズなんです。スクイーズなんだよね。これめちゃくちゃ気持ちいいんで、持ってきます。はい、じゃあ中身を、めちゃくちゃ楽しみになってきた。じゃあ中身をテンポよくお願いします。はい、まずペンです。ペンとか、あと修正テープとかいろいろ入ってます。これはなんか念のためみたいな感じ。そう、なんかディズニー行くと本気出しちゃってさ、ん、なんかディズニー行くと やる気が出てきてさ、やる気が出てきちゃう。いつも持っていかないものを持ってきたくなって。まあね、でもなるべく荷物は少ない方がいいんじゃないの。そんなことない。まあでもペンぐらいならね。はい、あとですね、リップと、リップとハンドクリームと手鏡を持ってきます。はい、まあリップぐらいはね、まあするかはしないかはあれですが、これはね、絶対するんだよ。あ、それなんかあれだよね、これはリップだもん、本当のリップだもんね、これはね。普通の薬用とかじゃなく、普通のキラキラがついてるリップでね、これね、雑貨屋さんで買ったんです。あ、これも雑貨屋さんか。みんな雑貨屋さんだね、なんだかんだ言って、で、こっちはたまにしてるリップです。で、こっちは今日もしました、毎日して、パパからのホワイトデーのやつ。そうです、はい、これを持ってきます。はい、次にですね、こちらイヤホンでございます。はい、はい、イヤホンは忘年会のビンゴ、ビンゴじゃん。そうだよね、ビンゴ、ビンゴ、ビンゴで当たりました。めちゃくちゃ嬉しいね。ビンゴって、これがお財布です。あ、これはこの前ね、ディズニーの福袋の中に入ってたやつで、ここになんかお金をちょっと入れていくらしいです。これだけなんかビフォンって出てくる。そうね、まあしょうがない、しょうがない。かわいいでしょこれ、うん、で後ろがこうなってて、で、この中にお金を入れていきます。はい、私グリーン麺が大好きで、意外と、プーさんも好きだったけどね。プーさんが2位、で、こちらです。あ、ピクニャン。この中に絆創膏が入ってて、ここにはティッシュが入っています。なんだかんだ言っていっぱい持ち物持ってる。次にこちらです。はい、こちらはジャピカジルのプチです。あ、それね、これね、最近またね、インフルエンザが流行ってるっていうことなので、気をつけないとね、いけないんだよね。そうだね、こちらを持っていきます。はい、もう大丈夫。はい、という気で次いきます。次はですね、はい、わ、ティッシュがいっぱい、ウェットティッシュとティッシュと、この中にもティッシュ入ってるんですけど、こっちにもね、確かティッシュとティッシュと、ティッシュばっかりだね、相変わらず。ハンカチが入ってます。はい、相変わらずティッシュばっかり。ティッシュ何個入ってるの。相変わらず多いよね。あ、時計が出てきたよ。時計が、ティッシュの中に時計も持ってくるんでしょ。時計も持ってきます。
で、ティッシュが1パック、2パック、何パック、4パックでーす。やばいね。どんだけ鼻噛むのっていう感じ。最近鼻噛まないから。あ、そうなの。あ、でもこれ5パックだ。5パックだ。はい。はい、というわけで、ティッシュ5パックにハンカチとウェットティッシュです。はい。で、あと時計。時計も出して。時計と、うん、あとね、この中に入っているのは、あと、紙石鹸持ってきます。あー、紙石鹸ね。はい。あ、これでラストかも。ラスト、うん、終わり。あとね、これヒートテック。あ、そうね、ちょっと今ね、春なんだけど、うん、昼間はね、もう暑いかなと思うんだけどね、夜がどれぐらい寒いかわからなくて。そうだね。で、なんか皆さんのね、いろんな方の動画で見ると、なんかヒートテックを1枚入れとくと便利。そう、寒かったら中にさっと着れるし、うん、荷物にならないから便利ですっていうことをね、言ってたので、しほちゃんもね、それにしようかと、今年はこれを持ってってみようと、ヒートテックを入れてますね。はい、入れてますよ、入れてます。まあ一応気温的には20じゃあ18、20、まあでも20度前後っていう感じなので、まあね、昼間は本当に寒くはなさそうなんだけど、夜がね、どれだけ冷えるかわからないし、まだ天気がね、確定してるわけじゃないので、一応ね、確かにまだ3日、そうね、上着持っていくと荷物になるからね。それが嫌なの、私。そういうの持ってった。だからいつも薄着で結局寒くなるって説、うん。じゃあそれにしましょう。はい。はい。以上ですか？ね、意外と荷物ある気がする。うん、なんか意外と荷物あるね。まあでもじゃ。でも私はさ、ヒートテックとさ、携帯とお財布とさ、イヤホンぐらいあればいける気がする。スクイーズとかもいらないけどね。まあ、でもディズニー行きます。そうだね。まあしほちゃんのね、誕生日で行くので、まあしほちゃんの好きでね、やった、行ってもらっていいんですけど。はい。はい、こんな感じだね。あ、なんかついてるの忘れてたじゃん。あ、これ？これ。サムネからあるやつでしょ。それは何ですか？こちらはですね、前から使ってるんですけど、エイリアンのね、パスケースでございます。そうだね。あのさ、電車で行くって言ったからさ、パスモがあればサラサラって乗れるじゃないって思って。なるほど。いやでも基本も持ち歩いてんだけど、ね、これを持ってきます。はい、ディズニーです。うん、めちゃくちゃ可愛いんだよ、エイリアンって。なんでこんな可愛いんだ。なんかいっぱいいるとさ、可愛くない？そうね。いっぱいいると。いっぱいいると。うん。おカメラ動いた今。おー、びっくりした。シロンとコロン。動かさないでカメラ。白黒カメラついに動かせるようになったのか。うん。白黒。はい、以上です。はい。じゃあね、楽しみましょう。はい、やったー。本当にめちゃくちゃ楽しみ。うん、待って、私楽しみ。今からね、綺麗に入れるわ。うん、綺麗に入れて。うん、ヒートテックってこんなにしたらこんな厚さになるのか。うん、薄くない？ちっちゃ。薄っ。薄ペラペラ。いいね。うん。どうなの？リミー。あ、呼んでみようって言わなかった。うん、じゃあ早速リミちゃんを呼んでいくよ。リミちゃん。あれ？リミー。カバン持ってきてー。オッケーでございます。オッケーグーグル。グーグル。オッケーグーグル。オッケーグーグル。リミさんを呼んで。バシコバリバシだって言ってリミさん呼んできてください。リミ登場。グーグルのヘリクソはいいね。あ、なんかくるっと回ってる。映ってる？あ、映ってなかったかも。はい、じゃあリミさん登場しました。
え、リンさんちゃんと写してください。後ろすごいね、なんか見て変な結び方自分でやったの。うん、リボン結びできないからさ。リミさんはこのプーさんね、去年もこれ持ってったよね、うん、ゲームセンターで撮ったやつ。これ一応バッグなの。うん、何が入ってるんですかね。あ、スティッチがついてる。あ、本当だ、スティッチついてるんですよ。前ガチャガチャ、あー、前のディズニーランド行った時いたね。それついてるんだ。じゃあ1年前からついてるってこと。うん、私何でだっけ。じゃあ開けてみようか。リリア好きスティッチで、うん、しーちゃんがミッキーだっけ。あ、ミッキー出た。うん、なんか出たかもね、うん、忘れちゃった、うん、いい？いいよ。てってて、iPhone。 あ、iPhone ね。で、後ろはなんと後ろ、後ろ、後ろ側、後ろ側。そう、リミちゃんもこの前リサイクルショップ行ってね。あ、ここの中にお金入ってる。あ、それ、そうそう、この前1000円ね。リミちゃん1000円だけ入ってます。1000円。じゃあこれ持っていこうかな。1000円。うん、1000円だけね。しーちゃんは2000小銭。はーい。はーい、こんな感じですね。以上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 。グミ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 ペア。サンジーなおやつだ。